どうもマックス鈴木でございます。私は本日千葉県に来ております。で本日お邪魔させていただいているお店がですね、プレミアラーメンショップ久松山倉坂下2号店さんという本日3度目の来店なんですけれども、本日はですねこちらのプレミアラーメンショップさんでご飯もなっちゃいます。イエーイ。ズバリなんですけれども、あんかけご飯、総重量6キロ、制限時間60分で、こちらおかず入りとなっておりまして、あんかけご飯に、まあ、揚げ物だったりお肉だったりとかガーって乗って、プラスやっぱ主役であるこうあんがブワッとみたいな感じなんですけど、今ちょっとね目の前にあるんですけど蓋が閉まっててよくわからんのですよ。なんでこう出たたこ勝負になりますんでよろしくお願いします。という感じで本日は千葉県よりマックス FTV スタートでございます。あの市原のマドンナが今応援してくれてるんで、はい、マドンナ頑張ります。はい、頑張ってください。頑張ります。はい、ということで諸々の準備が整いましたので今から始めていきたいと思います。こちらが総重量おおよそ6キロのあんかけご飯ということで、おかずがっつり、まあ、唐揚げだったり、これ多分あの焼肉的な感じだと思います。でふわとろに多分角煮だかチャーシューだかが具材で入った感じのあんだと思うんですけれど、ちょっと見た目だけではちょっと味わからないので、はい、楽しみながら60分走り切りたいと思いますんでよろしくお願いします。店長さんすいません、大変お待たせしました。大変恐縮なんですけれども、カウントダウンの合図を5秒前ぐらいからコール次第でもよろしいでしょうか。はい、すいません、お願いします。はい、せーの、5、4、あざす、あざす、いただきます。2、1、よいしょ、いただきます。ありがとうございます。ちょっとふわだけちょっと、あ、うまっ、うん、うまい。めっちゃガツガツいったけど、その前に揚げ物片付けます。うん、まっ、うん、まっ。これ米と食ったら美味しいけど油断ならないから先にやっつける。うん、うまい。これもおしめのタイプですから、あれは。これ焼肉？完全に米だな。角煮みたいなのがいっぱいあってんじゃない。あ、うん、ほぐれるけど赤身の部分は肉質しっかりしてるかな。
ファイト的には味もそうなんですけど、あんがかかってうまいし食べやすいな。肉でなんかドーナツみたいに一周してる。あと唐揚げ自体は3個で終わりかな。あとはひたすらあんかけご飯って感じですね。結構この肉手こずる気がする。
ほう。やばい。これ結構あんが足りなくなる案件だ。広げるとこれだけあるってことはやっぱ見た目通りですけど詰まってたんですね。
いい。
Thank you.
Ugh.
ごちそうさま。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しかったです。あんがこうとろっとしてて、卵もふわふわで、中の角煮というか柔らかい肉の塊もすごいほぐれやすくて美味しかったです。で、周りのおかず、唐揚げにしても焼肉にしてもすごく美味しかったです。チャレンジ的な面で言うと、あの食べ方正解だったのかなと思うんですけれど、思いのほか白い部分がお米多かったのがこうってなって、それで結構これ厳しい戦いになるなと思ったんですけど、食べ進めていく上でちょっと30分を目標にやってたんですね。でちょっとあーっていうのがちょっと叶わなかったっていうのが僕の中でちょっとあるので、はい、次回はさらにきついチャレンジをやりたいと思います。というわけで本日はこちら、プレミアムラーメンショップですね、千葉県市原にございます、プレミアムラーメンショップさんより、こちらのあんかけご飯総重量おおよそ6キロ制限時間60分チャレンジをお送りさせていただきました。ありがとうございました。よいしょ、よいしょ、ありがとうございます。